はいどうも、国吉 TV の国吉です。しりたりじゅんです。今日はですね、この夏の猛暑対策グッズをご紹介します。はい、はい、まずはこちら、エアリージャケット。エアリージャケット、はい、ファンが内蔵されていて、はい、でそのファンによって風をコントロールして循環させていきます、はい、ファンから空気を取り込むことによって、はい、汗を気化させ、気化熱効果で衣服内を涼しくさせていきます、はいはい、例えばお仕事をされている方の通勤時であったりとか、はい、そういった暑い夏なんかにも非常に効果的です。はい、はい、ちなみにこちら、はい、ベストの方は S サイズもありますので、うん、女性にも向いております。カラー展開も3色ありますので、はいはい、お庭でのガーデニングなんかに女性に使ってもらえたらどうかなと思います。はい、続いての猛暑対策グッズはこちら、はい、エアロバッグです。エアロバッグ、はい、こちらも先ほどのエアリージャケットと同じようにファンバッテリーが装着可能となっています。通常のバックパックだとこう背中に汗をかきますよね。かきます。そうなんです、ファンがつけれるので同じようにこのファンから涼しい風が背中に送り込まれます。なので通常のこの通勤時であったりだとか、はい、涼しい風を送り込んだり、はい、またはこのバックパックを前にすることによって、はい、胸周り全面にも涼しい風を送れます、はい、最後にご紹介するのはこちら、はい、はい、氷室です。お、はい、こんな感じで保冷剤が入ってて、こちらクッションです。座ることができる。なるほど。冷え固まっても柔らかい保冷剤を使用しているので、うん、はい、はい、座っても痛くないと。なるほど。痛くなくて、スポーツ観戦だったりとか、はい、まあ、ガーデニングとか、うん、そういったシーンに使えます。さらに本体自体はクッション素材で作られているので、うん、オールシーズンクッションとしてもかなり有能な商品になります。なるほどなるほど、はい、というわけで本日はミズの猛暑対策グッズをご紹介いたしました。はい、暑い夏みんなでクールに乗り切りましょう。